さて、ちょうど先週の水曜日ですかね、原子力規制委員会は甲状腺被曝を防ぐ安定要素剤を原発から半径5キロ以内の家庭にあらかじめ配布するなどとした指針を決めました。これニュースでも取り上げましたけれども、このニュースですね、はい、聞いた瞬間、先週驚いたと私申し上げたんですが、驚いたのは、今頃配ることをやっと決めたのかと。つまり2年前の 3.11 の時に、配ってるの、そして服用してもらうのは当たり前なんですが、はい、当時は原発作業員、そして住民には基本的に日本は配らなかったんですね。アメリカ軍とかアメリカの住民などには配ったんですが、そういう意味で驚いたということを表現したんですが、そうした中、先月ですね、福島県は甲状腺がんと診断された子どもが新たに2人、甲状腺がんの疑いの子どもが7人いると発表しました。去年9月に判明した1人と合わせると、これ合計10人の子どもの甲状腺に異常が見つかったことになります。しかし福島県は原発事故との因果関係は考えにくいとしているわけですよね。ちょうどこのスタジオに入る前に、直前までデイズジャパンの、広川隆一さんと今、話をしていたんですね。もう本当ギリギリまで、で会って話してたんですけど、はい、なんかチェルノブイリの時と似てるなという話になったんです。あの時もやはり、ソビエト政府はなかなか認めなかったと、因果関係はないと言ったんですが、後にこの小児甲状腺がんだけは、放射能のその、因果関係というのは、WHO も含めて認めた部分なんですね。その小児甲状腺がんが日本の福島でも発症しだしているということで、全く因果関係ないというこのニュースっていうのは果たしてどうなのかと、あるとも言えないし、ないとも言えないというのが本当のところじゃないかと思うんですが、ないと言い切ってしまうところに少し疑問を感じながらも、その被害を受けているのは何と言っても子どもたちですから、その子どもたちの未来を今回改めて考えていきたいと思います。はい、そこで今夜タイムラインがフォローするのは、福島の子どもが甲状腺がんに、ここから受け止める真実。福島の子どもたちの甲状腺がん、これをどう受け止めればよいのでしょうか。スタジオには福島第一原発の事故以降、政府や東京電力、そして福島の取材を重ねているおしどりの真子さん、健さんをお迎えしました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この、はい、場の雰囲気が全く変わる感じで、そうですか。そう、明るい声のボリュームが多分違うんだろうなと。すいません、音声さん。もうちょっと前から離れた方がいいよ。お二方ですね、はい、東京 FM リスナーの方は初めてだと思うんですが、はい、初めまして。なぜ福島のこの、子供たちのことで、はい、なぜ漫才師の二方が来たのかというふうに疑問に思っている方もいらっしゃると思うんですが、はい、実はあの 3.11 東京電力会見に多分おそらく最も今見れば、はい、いろんな形で関わって、そして政府の会見も含めてこの問題を、まあ、追及しているという事実、ジャーナリストにもなっているんですが、漫才師のお二人なんですよね。はい、そうです。今日もあの浅草の東洋館の舞台に出て、年配のお客さんから、あの原発の話してって客席から言われて、驚きました。やっぱり認識が広がってるんですね。はい、でケンちゃんがすぐに針金を使ってるんですけど、沸騰水型軽水炉を作って、ここにサプレッションプールがあってなど、あの的確に説明をしてきました舞台で。ということで、その原発事故が起こる前までは、実は全くそのジャーナリズムも関係なかったんですが、今、先ほど言ったデイズジャパンでも連載を持ち、そして本当にあの現地での信頼も、またあとですね、もう一つ政府の方も会見中は、眞子さん、特に健さん、眞子さんの、眞子さんの方の質問に、みんな政府の方も対応するぐらいのですね、厳しい質問というか、そういうことを、していたお二方なんですが、今回福島の子どもに甲状腺がんが見つかったと、これまさに先月の14日に、現地で取材をされて、あのニュースログだとに発表していただいたと思うんですが、2月13日に、はい、福島 の県民健康管理調査検討委員会というのがあって、それに取材に行ってきました。なるほど。これの発表があった時に正直言ってどう思いましたか。ショックでした。ショック。はい、眞子さんはあれですよね、この小児甲状腺がんの疑いに関しては、はい、もう昨年の春の段階で週刊文春にリポートを出されていて、ずっと警告をしてたんですが、実際それを当事者の方が発表したということと、あと数ですよね。そうですね。でこの多分皆さん
テレビとか新聞とかのニュースの仕方だと新たに2人の甲状腺がんの子供が見つかったというような、うん、あの感じで耳にされたり目にされたりしたと思うんですけど、はい、でこれ実際の発表では、10人の子供が悪性もしくは悪性の疑いだったっていう発表だったんですね。でそのうち3人はもう手術が済んで悪性がんだったということで、うん、でそのうちの1人はあの去年あった第9回の検討委員会で発表しているので、まあ、新たに2人の子供が見つかったっていうのは何ら間違いはないんですけど、でもその手術をしていない7人の子供もあの8割の確率でおそらく悪性だろうと。でもそれは現段階で判断はつかなくて、みんな後であの手術をしてから組織を取ってそれで確定判断をするということで、うん、その10人全員もう手術をするということが決まったんだということに私はすごいショックを受けたんです。なるほど。じゃあもしその10人はもうこれは基本的には、まあ、決まりなわけですけど、手術はですね、手術は、はい、その他にも実は予備軍とかいたわけですかね。予備軍っていうのは変ですけど、ね、予備軍っていうかその、二次検査を受けた人数は180人近くおられました、うん、二次検査に行かれた方が、でまあそのうち細胞診までした方がいいという方が114人おられて、うん、で、まあ、実際に細胞診したのが76人だったんですね。なるほど。で、まあ、残りの66人は良性という判定はされたんですけど、うん、あの通常の良性というよりそのもう少しこう定期的にあの短いスパンで経過観察という形ですね、良性というより、うん、はい、あの報道ではですね、先ほども言ったように2人新たにとかですね、はい、あるいはすぐさま政府の方の発表も、放射能の問題とか無関係だというようなことを言ったんですが、はい、これ実際本当に関係ないんですかね。そうですね、その私実際にそこの検討委員会で、この、まあ、この10人のお子さんもそうですけど、その他の甲状腺やこう血液検査の子どもたちの血液検査の結果とか出たんですけど、うんうん、その地域別の発表や占領区分別の発表をしてくれって要望したんですよ、うん、というのは福島県全体の発表でしかないので、あ、今回の発表は、今回の発表は、はい、なので、まあ、放射性プリウムが通ったところとか汚染地域での偏りがあったのかどうかっていうのを一番知りたかったんですけど、それが出なくって、うん、でその私個人的に手術をされたお子さんをのお家を知っているんですけど、全然線量が低いところじゃなかったですね。もう警戒区域のすぐ近くで、避難指示は出なかったけど、ずっと住み続けておられたご家族だったので、うん、その、まあ、健康調査の結果と同時に線量区分のパラメーターでも評価してくれって言ったんですけど、出なかったです、うん、で私の発表された方にこの10人のお子さん の、はい、あの地域はまあプライバシーでバレるとおっしゃるので、うん、その大体の被爆線量は把握してるんですかと聞くと、把握していると、うん、じゃあそれはプライバシー関係ないので発表していただけませんかというと、把握はしているけど発表はしないとはっきり言われました。まあ、ちょっとこの行政の発表というか、まあ、福島のまあ県立医大を含めた発表というのはこの2年間同じような形ですよね、はい、なかなか発表積極的に発表しないと、はい、で追及されると 特に眞子さんなどの追及によって渋々後から出してくるということを繰り返しているんですが、今回この10人という数字ですけど、はい、そもそも小児甲状腺がんというのは非常に稀な病気だというふうに欧米でも言われてます。はい、これに関してはやはり稀というような数字を超えていると思うんですが、そのことに対してはその福島とか県立医大の方はどういうふうに言ってるんですかね。そうですね、その福島県立医大の回答は、まあ、今までこう大掛かりな子どもたちのスクリーニングをしたことがなかったので、うん、ひょっとしたら潜在的にたくさんいたのではないかみたいな、今までの稀だっていうのが前提が違っているのではないかみたいなご回答なんですよ。でもね、最初はね、うん、そんなあまり出ないだろうって言ってたもんね。はい、言ってたんですけどね。でもまあその、うん、まあこの10人のお子さんも含め A2 判定っていう、まあ、福島で判断しているこう5ミリ以下の結節や20ミリ、はい、20ミリ以下の嚢胞のお子さんの割合がその検査を進めるごとに上がってきてるんですね。初め20数%で、その次30数%、平成24年度ではもう 40% を超えたので、初めはこれそのまあもともと潜在的に大人でも3割程度の人が検査をしたら何らか持っていると言われてたんですけど、もう3割を大きく超えてきたので、今環境省が動き出していて、山梨と長崎とあともう一個どこだっけ、長野かな、ちょっと後で調べます、うん、はい、で、あのお子さんを1500人ずつ計4500名あの、うん、同じように福島県と同じような調査をして、うん、どの程度その潜在的にお子さんたちが甲状腺の異常があるか調べるということになってます。それはもうすぐ、うん、あの今年度末に3月には発表するということでした、うん、あのチェルブイリの時はですね、外部被曝っていうのもあったんですけど、
その後特に内部被爆、はい、当時はミルクですよね、うん、で内部被爆で子どもお子さんたちの、まあ、甲状腺の被害が出たということを、はい、まあ広川隆一さんなどの調査でもそういうの明らかになってますよね、はい、今回でもミルクは飲んでないと思うんですけど、そうなんですよね、被爆の経緯はやっぱりなかったんでこれは関係ないというような考えも成り立つんじゃないですかね。そうなんですよね、まあ、でもそのこう 空気を吸い込んでしまうその経口呼吸被曝の内部被曝ももちろんありますけど、うん、まあ、日本の場合は汚染された牛乳は流通してなかったんですけど、うん、他の食品が汚染されてたんじゃないかといろいろ調べて、他の、はい、でおそらくこう民間の研究所や大学の研究施設でもともと機械を持っていて事故直後、うん、手当たり次第食品を測っていたところに、うん、2年経って仲良くなっていろいろ教えてくださいって聞けるようになって教えてもらうと、野菜がほうれん草や小松菜などの葉物が特に汚染されたものが4月の半ばまでスーパーで流通していたと聞きました。2011年の4月半ば、あの時はマスコミの報道では地産地消で福島のものを食べて応援しましょうって言ってましたよね、はい、その食べて応援しましょうの中からも、うん、まあ、私調べですけど数万ベクレルパーキロの汚染のものが見つかったと民間の研究所の方からも聞きました。その情報というのは今もう福島の方はみんな知ってるんですかね。いや、ご存じないと思いますね、うん、でグリーンピースの方々も事故直後、はい、福島でどのような野菜が売られているかすぐに入って測っておられるんですよ、うん、それをグリーンピースのホームページ上で見られるんですけれども、うん、やはり数万ベクレルパーキロのものが売ってました。グリーンピースの佐藤純一さんも来ていただいたこともありますが、はい、グリーンピース魚じゃなくて野菜も最初やってたんですね。あ、でもなんか野菜をそんなに力入れなかったから東日本とか東京の野菜も測ればよかったって佐藤さんおっしゃってましたよね。悔やんではったね。悔やんではったね、うん、あ、本当ですか、はい、いずれにしろそのような状況になってるんですが、何が大切かというと、こう2年を経て、そしてチェルノブイリの教訓というのは私たち日本人全体もやっぱり共有しなくてはいけないと思うんですが、はい、今後どん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 そういう形ではある程度の健康被害が出てくるのは、これは本当は残念なんですけど、残念ですね、避けられないことなんですね、はい、どうすればいいのか、つまり未来の子どもたちにとって今何をするべきか、どういうふうに考えてます。あ、そうですね、あ、ちょっとその前にさっきの環境省で調査してたのは青森と山梨と長崎でした、すいません訂正と、はい、それでどうすべきかなんですけど、うん、まあ、私甲状腺がんというのはチェルノブイリの時に因果関係が認められていただけで、うん、だからまあそれだけにしか注目されないっていうのも私はちょっと違うなと思っていて、多分それを他のいろいろな健康被害っていうのも出てくるんじゃないかと思っています、はい、だから、まあ、甲状腺がんだけ注目するっていうのもちょっとそれは目くらましに引っかかってるような気もするんですけど、うん、でも甲状腺がんについても例えばチェルノブイリの後イギリスにチェルノブイリ組織バンクっていうのができていて、その摘出されたその子どもたちの甲状腺の組織を保存してるんですね、うん、で、まあ、そこでいろいろその後調査をされていて、被曝によるがんなのか遺伝によるがんなのか、マーカーで区別することができるようになったりもしているので、で、これから、まあ、この3人のお子さんの摘出された甲状腺は特に保存していないという回答だったので、ひょっとしてこれからこの先子どもたちが手術をして組織を取り出していった時に、本当は日本でちゃんとバンクがあればいいんですけど、チェルノブイリ組織バンクの信頼がおける第三者機関に保存したりして、これからいろいろどんどん分かってくると思うので、その時に備えることは必要だと思ってます、うん、なるほど、眞子さんはバーッとこの縦板に水でここに喋るんですがなぜかというと、実は大学の時に医学部に行かれたんですよね、はいはい、す医学部生命科学科というところに行ってまして、優秀な成績で3年で中退しました。はい、まさにそういう知識があって、はい、そして会見などでも厳しい質問というのは実はそういう背景があったと、お家でも厳しいですよ。あ、厳しいですよ。ね、番組のツイッターに実際福島の方からね、ツイートいただいてるんですけども、はい、工場全検査を実際に受けて、まあ、特に問題はないと言われたんですが、うん、まあ、結果を聞いて安心することができませんね、むしろ不安ですというようなね、うん、地元の方のご意見もありますからね、やはり行政とか含めてきちんとやっぱり調べて、はい、本当大丈夫な人は大多数ですから、はい、そういう人たちに安心させるためには本当のことをやっぱり伝えてほしいですよ ね、 どんどん情報公開をして、で、その福島県の調査自体情報を出す出さないの判断が、うん、まあ、この間専門委員会っていうところがしてるって分かったんですけど、うん、法律に基づいた検査じゃないので、うん、どこまで情報を出す出さないの判断が曖昧なんですよ、うん、どうしていくかの判断が、うん、でその第三者委員会のはずの規制委員会の検討チームにその
福島のメンバーが入っているので、うん、なんか自分で自分に提言を出したりとかしてるんですよね。おかしな感じになってます、うん、なるほど。孫さん健さんの情報は、ツイッターもそうですが、あとはですねニュースログ、はい、ノンボーダーの中の U3W というサイトでも、これ発表してますのでぜひ、ご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、おしどりの孫さん健さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。